こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー115です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。AB の順番で紹介します。すべて佐竹ガラスのソーダガラスで作りました。画像の作品を作ります。 使用したガラスです。使用したバーナーです。ダイソーやセリアで販売しているステンレスストローを使用します。A27 ブラウンで風船を作ります。風船を割ります。 4mm ステンレス棒の先端に G36 無色透明をつけました。タイマーがスタートしました。ニッパーで切り落としたら、左官後手で押して円盤を作ります。ステンレス棒に残ったガラスを減らしたら、円盤に接続します。はみ出た破片を取り除きます。ガラスを鉄板の上に落としてから、 約46秒でガラスを炎の中へ戻しました。ギザギザしたスプーンを使います。鉄板をクランプで固定します。円盤を温めたら鉄板の上でスプーンで押します。円盤を温めたら鉄板の上でスプーンで押します。 数箇所スプーンで押しました。円盤を温めたら、鉄板の上で千枚同士で刺します。中心付近を千枚同士で刺しています。この状態で溶かします。 基本的に回転させながら水平で溶かします。右回転左回転、右回転左回転を繰り返して溶かしています。円盤が徐々に小さくなっていきます。3分40秒ぐらいで円盤が小さくなりました。丸くなりました。左官後手で押します。押しすぎると模様が崩れるので、押しすぎには注意してください。 デザインカッターでガラスを中心へ集めます集めたガラスをピンセットで取ります E7 濃い紫透明をつけます左官後手で整えます後ろ側にガラス棒を接続したらステンレス棒を外します 斜め上に向けながら溶かすとガラスが広がって平らになっていきます。炎から出しました。ガスを止めます。タイマーがスタートしました。ガラスは柔らかい状態です。ガラスが固まるのを待っています。50秒後にパーライトに入れます。2時間後パーライトから取り出しました。 今回は紐を通す穴、ループを作っていません。ループの作り方は動画111や112をご覧ください。寸法です。次は B です。画像の作品を作ります。使用したガラスです。使用したバーナーです。 A と同じく風船の欠片を使用します。4ミリステンレス棒の先端に G36、無色透明をつけました。タイマーがスタートしました。ニッパーで切り落としたら、左官ごてで押して円盤を作ります。ステンレス棒に残ったガラスを減らしたら、円盤に接続します。はみ出た破片を取り除きます。 ガラスを鉄板の上に落としてから約44秒でガラスを炎の中に戻しました G36 無色透明を乗せていきますこの状態で溶かします。 基本的に回転させながら水平で溶かします。右回転左回転、右回転左回転を繰り返して溶かしています。円盤が徐々に小さくなっていきます。2分ぐらいで円盤が小さくなりました。丸くなりました。左官後手で押します。押しすぎると模様が崩れるので、押しすぎには注意してください。 デザインカッターでガラスを中心へ集めます集めたガラスをピンセットで取ります S34 赤透明をつけます左官後手で整えます後ろ側にガラス棒を接続したらステンレス棒を外します 斜め上に向けながら溶かすとガラスが広がって平らになっていきます。炎の外へ出しました。ガスを止めます。タイマーをスタートします。ガラスはまだ柔らかい状態です。ガラスが固まるのを待っています。 赤いガラスは温度が高いと黒く見えます。50秒後にパーライトに入れます。2時間後パーライトから取り出しました。今回は紐を通す穴、ループを作っていません。ループの作り方は動画111や112をご覧ください。寸法です。これで動画ナンバー115を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。 モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。